はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見てきた話、吉高由里子さん主演を務めた TBS ドラマあの最愛がなんと韓国でリメイクされることが決定いたしました。いやーすごいですね。韓国でリメイクですか。2021年10月期放送されたあの金曜ドラマ最愛ですね。殺人事件の重要参考人となった実業家真田梨央役を吉高由里子さん、そして梨央の初恋の相手であり事件の真相を追う刑事宮崎大輝を松下洸平さんですよね。そしてあらゆる手段で梨央を守ろうとする加瀬弁護士には井浦新さんが演じていましたね。この3人を中心に展開する完全オリジナルのサスペンスラブストーリー、いやこれも最高のドラマでしたよね。最愛作スタッフは脚本奥寺さと子さん、そして清水由香子さん、プロデュースは新井純子さん、そして演出は塚原あゆ子さんなんですね。まあ過去と同じく TBS 系ドラマ夜行観覧車リバースを手掛けたチームが集結した。そして主題歌にはあの宇多田ヒカルさんの君に夢中、いやこれでもう大爆発だったですよね。未だに語り継がれているこの最愛、このドラマです。まあこのドラマを機にK 君も松下洸平さんのファンになったと言っても過言ではないんですよ。もちろん皆さんもご周知のように最愛はね、数々の賞も取ってますよね。まあ初回放送の見逃し配信再生回数 TBS ドラマ歴代1位ですからね。で東京ドラマアワード2022作品賞グランプリですね。主演女優賞、演出賞3冠をはじめ第59回ギャラクシー賞も取ってますし、デジタルコンテンツオブザイヤー21、そして第27回 AMD アワード大賞総理大臣賞、いやー素晴らしい最愛なんですよね。多くのね賞取ってますよね。まあ ATP 賞、テレビグランプリ、ドラマ部門最優秀賞も取ってますし、すごいですよね。2022年では日本民間放送連盟賞、番組部門テレビドラマ最優秀賞ね、様々な賞を受賞しているこの最愛なんですね。これを韓国版でリメイクするっていうんですからね、いやこれはとても嬉しい報告ですよね。韓国側もですね、この企画力、そして制作能力をもうさらにアップし、オリジナルの長所を生かし、良い相乗効果を生み出したいとコメントしていますし、まあ、脚本やキャスティングは現在調整中のことですが、いやこれを上回ることができるんでしょうかね。いや素晴らしいドラマなんですよ。まあ、最愛のプロデュース手掛けた新井プロデューサーは最愛の放送当時からリメイクのオファーをいただいていると聞いていましたが、まあ、実際にこうして実現されることになりとても嬉しく思いますと。梨央、大輝、加瀬たち登場人物が韓国を舞台にどんな最愛を生み出していくのか、初回放送が待ちきれないですね。まだこの最愛を超えるドラマにね、まだ合ってないなっていうのが、まあ、正直な今の気持ちなんですが、これは韓国リメイク決定ということを受けて、さてお手並み拝見といきたいもんですね。そしてその宮崎大輝を演じた松下洸平さん、2月13日に芳根京子さんとビールの新 CM 発表会が行われましたね。いやー今回はビールの CM ですか。いやーいいですね。芳根京子さんも多忙なバレンタインのお話をされていらっしゃいまして、朝日生ビールの新 CM 発表会ですね。いやー松下洸平さんやりましたね。まあ、CM で着用したオフィスカジュアル姿で登場した、まあ、芳根京子さんと松下洸平さんです。まあ、芳根さんは新 CM キャラクターに起用された感想を聞かれ、まあ、ビールの CM で一番大人になったなぁと実感するお仕事なのかもしれないとね
感慨深けにコメントされていらっしゃいましたし、でイベントの翌日が2月14日であることにちなみ、まあ、学生時代のバレンタインデーの話題になると吉根京子さんは、まあ、友チョコの交換するんですよねとね、100個ぐらい作って、100個ですか、すごいですね、多忙なバレンタインと振り返っていました。そして松下洸平さんに大人になったと思った瞬間というインタビューがあったんですが、松下洸平さん初めて一人でタクシーを捕まえた時とね、こう手を挙げてね、めっちゃ大人と思いましたとね、いやいや何をやらしても爽やかな松下洸平さんですよね。そしてバレンタインの話になると、まあ、イベントで学生時代がチョコの量産を語った吉根さん、まあ、どんなものを作ったか聞いてみると女子力の高さが明らかになっていますね。いろいろ作りましたねとね、ココア味のサーターアンダギーを作ったことがあって100個、それはちょっと母親からも、まあ、揚げ物はやめてくれと言われて、次の年はワンホールのケーキを焼いてそのまま持って行ったっていうねエピソードありますね。どうして食べるんですか、ちぎって食べるというね、いやいやこれもなかなかのもんですよね。そして松下洸平さん、何百個とチョコもらったんじゃないのという質問に、いやとね、小学生の頃はいいなぁと思っていたクラスのマドンナ的存在の子、まあ誰しもいましたよね。バレンタインは誰かにチョコを渡すんじゃないですかと、自分だったらどうしようともちろん思うわけですよね。ドキドキしながら14日学校に行ったら、で青木くんっていう子に渡していたそうなんですね。いやーこういうことあったんですか、松下洸平さんも。ごめんなさいね本名を出しちゃってとね、サッカーが上手でめちゃくちゃかっこいい同級生だったそうで、青木くんに渡してて、それを見た松下洸平さん、うーんってみたいな感じになってたんですが、まあ気にしていないけどね、気にしているみたいな感じになるんですよね。あ、そんな松下洸平さんもほろ苦いバレンタインの思い出があったそうですね。それではまた皆さん、お会いする日までごきげんよう、さよなら。